この来る前も病院のスタッフから病院がどれだけこう危機的状況になっているか、より多くの方々に伝えてほしいというメッセージをいただいています。そして今まさにその命の選択が行われていると、これを皆さんまだ知らない方も多いと思います。こういった状況もどう見ていますか？現在ですね、まあ、私たち、災害モード、通常我々 100% の力を出して患者さんを、診療していくんですが、今6割程度の力しか出せてないと。でオーダーメイドのやっぱり治療をしていくっていうのが集中治療なんですが、今はもうセットで最低限こう、生命をこう維持するようなこう治療しかもうできなくなってきている状況ということで、現在もう26名の人工呼吸患者が私たちの施設にもういるということで、非常にこう歯がゆい思いをしながら治療にこう当たっています。このデルタ株ですけれども、本当にその、まあ、若い世代もですね、無症状では済まないと、どういうふうなウイルスだと見ていますか？こう今年齢層がですね、20代から50代の方が9割、患者さんがいます、はい、そしてもう発症から、重症化までの期間が非常に短いで、ほとんどの方がもうワクチン未接種と、いうことで、ワクチンを接種している、65歳以上の高齢者はほぼいないという状況になっています。これまでとは全く違うものと捉えた方がいいわけですか？今までの、新型コロナウイルスとは全く、違うウイルスだと考えてもらってもいいんじゃないかと思っています。そして今その患者の搬送の状況について悪循環が進んでいます。本来であればですね、こちらご覧ください。回復した重症患者は中等症を見る病院に転院をしてもらうことでこのベッドを確保するんですけれども、中等症の病院も逼迫して受け入れができないと、そうなると重症病棟に通らざるを得ないですね、新しい重症患者を受け入れることができません。あと同時にこの自宅療養する患者、この患者が悪化した時にすぐに入院ができないことで重症化して、結果的にこの藤谷さんのところに運ばれてくると、この負のスパイラルどう見ていますか？中等症、自宅療養している患者さんがもう非常に今爆発増であるということで、はい、その方々が一定の割合で重症病棟、病棟に運ばれてきます。でその方です。で、その方をこう転院する病棟もない、そして軽症の、自宅療養している方が中等症に入りたくても入れないということで、このピラミッド構造自体がもう崩壊している状況となっています。そのピラミッドのこの手詰まりっていうのはどうしたら解消できるんでしょうか？中等症自宅療養の方々、この方々がきちんとした今治療を受けられてないという現状があり、自宅療養の方々がいきなり、重症の、病態でこう我々の施設にやってくるということで、できるだけ中等症、自宅療養しているたちを、受け入れる、大型の施設などが必要になってくるということだと思います。そして取材したディレクターも言っていましたが、これほど医療崩壊を意識したことはないという中で、どうやったら危機を乗り越えられるでしょうか？今後やっぱり3つのポイントがこうあるんじゃないかと思ってます、はい、まず人流をいかに抑止するかということ で、今まで緊急事態宣言などをしてきましたが、なかなか人流を抑えることができなかったということで、強い、国主導のやっぱり措置が必要になってくるんじゃないかと、思ってます。もう医療の努力だけでは難しい、医療の努力や緊急事態宣言だけではもう止めれないんじゃないかと思ってます、うん、さらに強い措置が必要になってくるんじゃないかと思います。そして本当にこの危機意識のギャップ、これも埋めていく必要がありそうですね。はい、そうですね。危機意識をやっぱり抑えるためには、やっぱりワクチン接種を、本日のクローズアップ現代プラス終わりました。ワクチン接種をまた推奨してるんだけど、ワクチン接種を2度終えた人から聞くと、もうワクチン接種はしたくねえと。でワクチンを接種した直後に、めまいだったり、また発熱、これはワクチンが原因だって 100% 言い切れるのかっていうことも考えられる。俺は今日話した人はもうめまいがしてしょうがねえっていうことなんだよね。
じゃああんた、ね、ワクチン接種したって、もしね、コロナにかかりました、それとももうかかってますということかもしんねえし、まず根本的なことから言うと、これだけね、グラフを見ると、感染者が急増してて今医療逼迫って言ってるね。じゃ あ1年前の2月3月ね、芸能人やスポーツ選手をとにかく画面に出して、こんな状況ですと、コロナに私はかかってこんな状況ですっていうのが何度もあり、志村けんが死にましたと、岡江久美子が死にましたと、ね、いう報道がされたわけ、ね、それでね、国民は多くの国民がビビったわけであり、ね、医療逼迫が起こるんだ、ね、その時と比べると今は何倍に増えてるの、ね、で医療逼迫もう危機的、災害級の危機であると、ね、もう危機が来た、本当に何回同じこと言うんだな、狼少年的なこのマスゴミには俺は一切騙されねえっていう人が一人二人三人四人とね、ひふみよいむなやこと10人ぐらいまで増えてもらいたいよね。ね、俺は切なるこのね、考え方が、まあ、転換できる人が増えていくことを。まあね、体調が悪くなる人はね、これは増えて当然だっていうのも、まあオリンピックが閉幕してから、もう常にね、雨、でまあ9月の終わり、まあ彼岸を過ぎた頃のような肌寒い天気がね、もう毎日のように続いててね、これだけね、天照のね、太陽の、ね、力をね、全くね享受できねえ日がもう毎日のように続いてるわけでね、まあ明日少し晴れ間が出るって言ってるけどね、まあ1週間ぶりの晴れなそうなんでね、ぜひね、その太陽の恵みをねしっかりね、皆さんと一緒にね享受できればなと、太陽を見て、日光浴、そしてね、解毒できる食品、まあ主にニンニク、ニンニク系のもの、まあ発酵してるニンニクが特におすすめ。これは俺の意見じゃなくてドクター石黒の意見なので、ね、まあ毎日取りたい食品の一つじゃないかなと、ね、遺伝子改変が始まった人も、まあ、諦めず、まあ、取ってしまった毒は出すようにしようということを心がけてもらえばなと、ね、で毒はどこに蓄積するんだっていうのは、これは井上正康大阪大学名誉教授が述べてるんで、その動画を参考にしてもらえば、どこに毒がたまるか、まあ簡単に言うと肝臓、膵臓、まあ女性で卵巣、まあいろんなところにたまるわけだね。この5臓6腑にたまるから、その毒をいかに出していく、ね、この今回のワクチンはね、情報なんで、これは遺伝子組み換えだってことはね、ほとんどね、知らない、調べてるやつは調べてるけど、もうね、根本から調べる人っていうのは、まず、俺の周りにはいねえんだよ。まあ何しろ情報を探す、情報を調べる、ね、いい情報も悪い情報も何でも入れる。だから俺はもう決意した、俺はテレビを見る、ね、テレビが何言ってるんか、どんな適当なこと言ってるんか、ね、それをはっきり把握した上で、
自分が何をね、発信していけばいいのかっていうことをしっかり考えていく、ね、で発信する側はまあ俺であり、受け取る側はあそちらの自由なんで、ね、俺のチャンネルに、ね、好き勝手コメントしてくるようなやついるけどね、もう 見たくねえやつはそういうコメントとか入れねえ、ただ見なきゃいいだけなんで、ね、まあ俺の動画は途中を飛ばすと、まあ車を運転しながらっていうこともあるけど、ちょこちょこ話が飛ぶんで、台本も何もねえから、まあ最後まで、聞いてもらえば有益なものは有益だし、くだらねえものはくだらねえんで、ね、で自分でどれがアップしてるかわかんねえけど、で今日は面白い動画を、面白いね動画撮ったんで、ぜひこれから上げたいと思うんで、今日は令和3年8月17日ちょうど9時から菅首相の会見があって、で俺がその会見があるっていうのを気づいたのが9時18分頃なんかな、21時18分で、それから終わりまでずっとね、ちょこちょこ動画、まあライブのね、動画を撮ったんで、まあ、それを見てる皆さんがねこうコメントしてくるわけだ、そのコメントをしている、コメントがある動画をねぜひ、まあちょこちょこっと簡単に編集してアップしますんで、お楽しみに。以上。